吉さん、インターネットでいろんな人にアンチな書き込みをしたり、ね、論破しようと思って一生懸命ね、弁舌尽くしたりとかね、まあそういうのも、無駄といえば無駄なんですけども、実はこういった人間の行動って昔からあったんですよね。代表的なのが、まあ、家庭でね、お茶の間で、お父さんがビール飲みながら野球見てます。ああ、ここで打たなきゃダメだよ。ここ帰ろうよ。何やってんだよ。 あ、この先発はね、ダメだな。監督何やってんだよ。ずっとね、一人で文句言いながらテレビを見てます。ビール飲みながら。楽しそうですよね。家族はしらーっとしてるわけですよ。お父さんはでもね、自分がまるで、その試合を仕切ってるかのように、こう、あだこうだ言うわけですよね。で、自分の応援してるチームが勝ったら、自分の采配が正しかったから、勝ったんだと思い、自分の応援してるチームが負けたら、 俺の言う通りにやらないから負けたんだと心の中で思って一日が終わると。まあこういったね、何かに対してケチをつける行為ってのは自分が相対的に優れた人間だというふうに自己納得することによって現実の世界の押し付けられた責任や課題から瞬間逃れるね、人の術なのかもしれませんね。それが今インターネットっていうものになって野球というジャンルではなくてね、人というジャンルに対して こいつの言ってることは全然ダメだと。俺の方が優れているんだ。だから論破して俺が勝って当然だみたいなね。そういったあ疑似的な勝利を体験することに、まあ人生を燃やしてるんですよね。それによって多分凶悪犯罪に走らずに済むとかよね。なんかもっと精神状態が壊れることを防ぐということがあるんではなかろうかと私は分析するんですけども。なんかこう、完全に無駄ということではないんですけども、人っていうのは無駄なことをすることによって、 もっと大きな無駄を避けているんではないかなというようなね、そんなことも考えたり考えなかったりでございます。さあ、今度はね、5月18日木曜日は YouTube で大規模な通信障害が起きましたんで、いろいろとやりにくかったんですけども、今、こうやって見るとね、復旧してるようですんで、あとは私のアカウント制限が1日で終わるというところで、あっという間に1週間ですね。しかし、サブチャンネルに上げた動画、いっぱいになりました。サブチャンネルもなんかね、 チャンネル登録600人ぐらいになるそうなんですけどもいや今後は私ね今年あと後半であの,の YouTube チャンネルをね10個ぐらい作っっててみよようかなと思ってるんですよ、まあ、こういった考え方って今までなくって一アカウント一つの YouTube チャンネルまあもしくはねあのサブチャンネルで2つっていうのがまあ管理しやすい限界かなと思ったんですけども うん放置でね、2万3万稼ぐような YouTube チャンネルができるんだったら、それでもいいかなと思いましてね、ついでにそれを、まあ、詳化してもいいかなっていうところでね、えー、今後の課題をちょっと設定しておるというところでございます。それでは、いってらっしゃい。